栗東市長野村正弘様よりご祝儀をいただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。公益社団法人栗東市石川人材センター平成27年度定時総会がこのように会員大勢の皆様方ご出席のもと盛大に開催されますことを心からお祝いを申し上げたいと思います。平素は栗東市に格別のご理解とご協力を賜っておりますこと、この場をお借りし御礼を申し上げます。本年は昭和60年に、栗東町シルバー人材センターとして設立をされました。30年という本当に大変素晴らしい節目の年を迎えるわけであります。長年にわたり本市の高齢者雇用の促進と、生きがいづくりに尽力をいただいてきたこと、本当に改めて感謝を申し上げるところでございます。ただいまは功労者表彰をお受けになられました皆様方、誠におめでとうございます。今日までの長年にわたりますご功績によるもの、感謝を申し上げます。この表彰を契機といたしまして、ますますお元気でご活躍を賜りますことを改めてお願いを申し上げます。さて、栗東市の状況でございますが、高齢化率というのは滋賀県19市町ある中で 17.35% ぐらいで、県下で一番若い町だということを言われております。また年少人口におきましても 18.5% ありまして、実際に言えばバランスの取れた町を今日まで先輩皆様方のおかげで、お作りをいただいてきました。これは私はやっぱりみんなが一緒になって生きがいを持って頑張る気持ちをこの栗東町栗東市の中で、先輩皆様方が培ってきていただいたおかげだということを改めて思っております。栗東市シルバー人材センターにおかれましては子育て支援事業の一つでもありますマロンバーバーのお家や、高齢者世帯を対象とした福祉、家事援助サービスなど、地域密着型の事業もいただいておりますし、お出かけシルバーママパパなどの地域貢献活動にも積極的にお取り組みをいただいておりますし、まだまだ会員相互の親睦事業でありますとか、みんなで一緒に頑張れないかというような、いつもその気持ちを私たち後輩に教えていただいていることが、何より一番かけがえのないものであります。今日のこの節目の年を契機といたしまして、皆様方のお力でますます、栗東市を元気にということで倹約として、お力添えを今後ともにいただきたいなと改めてお願いを申し上げるものであります。結びになりますが、栗東市シルバー人材センターのますますのご発展と、ご出席をいただいております皆様方のご健勝ご多幸を心からご祈念を申し上げまして、簡単措置でございますがお祝いのご挨拶とさせていただきます。おめでとうございます。これからもよろしくお願い申し上げます。